長官からの通信です。直ちに指令室に来てくれ。君に頼みたいことがある。マッターホルンに出現したフリーザの宇宙船付近で怪しい人物を目撃したという報告がある。もしかしたらカインかもしれない。君にはルフィ、サンジと共にその調査に当たってほしい。あくまで偵察が目的だ。くれぐれも無茶はするな。転送完了しました。うひょー、いい眺めだな。おい、遊びに来たんじゃねえんだぞ。サンジ、腹減った。海賊弁当。だから遊びじゃねえって言ってるだろう。早速お出ましか。サンジ、行くぞ。任せろ。平気か？しかしザコしかいねえな。誰か助けて。レディーの姫？いや、やめて。そっちか、待ってろ。今あなたのナイトが助けに参ります。なんだ？大丈夫ですか、お嬢さん。あなたは？君を守るナイト、サンジと申します。すぐに片付けますのでご安心を。おらー。じゃあっちはサンジに任せて、俺たちも行くか。これじゃあキリがねえ。ルフィ、ここは一旦引くぞ。失礼、マドモアゼル。よく戻った。その女性だな、ベノムズ兵に襲われていたというのは。ああ、お嬢さん、しっかりしてください。あ、こいつなんか持ってるぞ。これはなんだよ、びっくりすんだろう。すまない、だがこの本は。おいおい、どうしたんだ。まさかベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。そうなのか。いや、まだわからん。だが念のためだ、調べた方がいいだろう。分かったよ。このレディーが目覚めたら教えてくれ。俺がとっておきの料理で元気づけてやるからよ。サンジ、俺にも食わせろよ。分かった、待ってろ。今回はあなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。やってみなきゃわかんねえさ。どうだ。あ、お前もう平気なのか。お嬢さん、お体の方は。はい、もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ。私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。ま、腹いっぱい肉食って寝ちまえば、そのうち思い出すだろ。3時の飯はすんげえうめえぞ。好きな料理は何だい。食べたいものがあったら何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。気づいてくれたんだ。いいね、合格。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね、悪くない。だがまだちょっと早いかな。いや、なんでもない、こっちの話さ。君は本物かな、それとも。転送完了しました。情報だと確かこの辺りなんだけど。あ、キルアだ。ゴンなのか。やっと会えた。ゴン、隣のやつは誰だ。今一緒に戦ってる仲間なんだ。仲間。紹介するよ、俺の親友キルア。ごめん、少し離れててくれ。こいつに話がある。どうしたんだよキルア。まさかキルアもキューブに操られて。ここが俺たちの基地、アンブラスベースだよ。へえ。いいじゃん。で、密かなやつはいないのか？あ、そういえば。きっとそのうち出てくるんじゃないかな。だといいけどな。さっきも話したけど、お前のレプリカと一緒にいた人か、あいつが本物だったのかどうか、はっきりしないうちは油断できないぜ。うん、そうだね。みにしてるぞ。怪我すんぞ。なんだおめえか。ん？いやー、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつがオラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんだよ。叩けたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でもまずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな。ユスケ、行くぞ。偽物なにタグのやつだったな。驚いたぞ。悟空のおっさん、まだいけるか？あ、もちろんだ。なんだ？うわあぶねえ。レイガーン！人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ悟空のおっさん。あ、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在が J フォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘といきましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが、さあ楽しい宴を始めましょうか。これは意外ですね。虫気だと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですがその程度ではね。大丈夫か。あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。これほどとは。なるほど。君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か。おや、皆さんお揃いで。残念ですが今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはお目を倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう J フォースの皆さん。大丈夫か。おめえ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろ。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。目障りな連中。特に脅威になる前に排除した方が良さそう。そう心配する。奴はただの元の霊。この俺とは違う。自らを善だと信じている。正義や希望などとくだらない言葉にすがる弱者たち。お前たちに教えてやる。頂きに立つ強者こそ善悪を定めることができるのだ。この息するくらい世界を作り変えてやる。みんな集まったようだ。すでにみんなも気づいていると思うが、ベノムスの陰で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か？アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ、何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えばあの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったの？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。3時の飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろあの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続きみんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。オラたちの力見せるときみてえだな。お前ら行くぞ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない。あのアンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか？どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか？何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか。そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。うん、それじゃあ僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。